こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アマゾン輸出で儲けるために仕入れ資金はいくら必要か。まあよくいただく質問ですね。どれくらい仕入れ資金を用意すればいいでしょうかと。これについてお答えします。まず、よくある間違えた答え。仕入れ資金はゼロでも大丈夫です。 あ、仕入れ資金はゼロでも大丈夫。仕入れ資金がなければ、まず、無在庫で始めればいいです。まずは、無在庫販売で稼いで、稼いだ資金で FBA を始めましょう。まあ、これがよくある回答例ですが、機上の空論です。無在庫販売でお金を使わずに稼ぐのは、とても高いスキルが必要です。普通の人にはまず無理。FBA で出品しているライバルがいれば、 無在庫ではカートは取れません。そのため、FBA 出品者がいない商品、そして、オーストラリアへの送料を引いても、なおかつ儲かる商品を探す。しかもリスクのない、コンビニ等のアルバイトの時給以上のお金を稼げる商品を見つけると、ね。まあ、時給換算でね、800円とか以下、400円とか300円しか稼げないならね、何も、 輸出なんてやらず、えー、コンビニでバイトでもしてた方がいいわけですね。まあ、ただ、ね、無在庫販売してる人は、まあ、そのコンビニのバイト代以下の時給でね、まあ、ただ単に売るのが楽しくてやってるのか、えー、なんかわかりませんけど、まあ、稼げない、えー、やり方をしてる人が結構いらっしゃいます。そんなわけで、仕入れ資金ゼロだと、まあ、全くできないとは言いませんが、かなり難しいです。 無在庫販売の3つの欠点。1番、売れない。もうこれが1番ですね。無在庫じゃカートが取れないので売れません。だから最安値で売るしかないと。そうするとね、儲かりません。2つ目、見つからない。FBA 利用の場合は、たくさんの商品を一緒に送るので、1つあたりの送料は200円。大、ね、体いいそんなもんです。ところが、無在庫、えー、利用の場合は、売れた商品だけで送りますんで、送料は、まあ10倍の2000円。 これはね、要は、EMS、ね、オーストラリアに送る発送方法の最低料金です。2000円。で、この差を埋める商品を見つけるのは大変です。何しろ FBA で1個、ね、1800円儲かる商品。これを自己発送で送ると利益なし、ゼロになっちゃうわけですね。この違いを埋めるのは、まあ、初心者じゃ正直無理だと思います。 三つ目、もったいない。FBA で売れる商品を探す。最も確実簡単な方法。これね、えー、無在庫で売れてる商品で FBA 出品者がいない商品に FBA 納品すると。えー、何々どういうことってことなんですけど。つまり、無在庫は FBA 利用者のために、ね、無料で商品リサーチをしているようなものです。無在庫出品者はね、FBA 利用者のために無料で商品リ,リサーチをしているようなものと。 ね、無在庫で出してるランキングついてたら、まあ、そこに FBA で商品入れればね、FBA の方が売れるわけですから、まあ、ね、わざわざ苦労して、ね、やっと見つけてきた商品、売れたと。ね、ところが、残念ながら2個目以降は、もうね、FBA に見つかってランキングある商品、FBA に送ろうと言うとね、もう売れないです。まあ、そんなわけでね、FBA に在庫を入れれば、商品を独占できて儲かったのに、 無在庫で販売する場合は、FBA に相乗りされたら終了と、儲け損ないます。そんなわけで、アマゾンが儲けやすい理由というのは、まあ、そもそもね、アマゾンの仕組みは FBA を使うから儲けやすい仕組みになっています。先ほどの送料が割安に遅れるというのが一つと、まあ、それから FBA を使うとカートが取りやすいと、最安値じゃなくても高くても売れると。 この二つがね、やっぱアマゾンで儲けるコツなんで、そのコツをね、えー、わざわざ放棄して、ねえー、すごい難しい無理ゲーの無在庫出品っていうのをやるのはお勧めできないです。まあ、FBA 利用を前提にしないならアマゾンを使う意味はないと。まあこ、これはまあ言い過ぎじゃなくて、まあ、全くこの通りですね。もっと言うと、無在庫で販売するならアマゾンを使わない方が稼ぎやすいです。ね 無在庫ってもう決め手になったら ebay でもやった方がいいです。仕入れ資金があって Amazon を使うからこそ Amazon 質が稼ぎやすいわけです。そんなわけでじゃあね、仕入れ資金は必要だというのが分かったというので仕入れ資金は20万円を目安にしています。仕入れ資金は送料込みで20万円を目安にしています。最初に2万円。 二回目以降は、2万円プラス、前回売り上げで入金になった分と。二十万円を十等分して、2万円プラス、前回売り上げで入金になった分というふうにね、入れていけば、リスクも少なく、売れた商品が見つけられば、仕入れ式も増えていくという形です。10回のチャンスでヒット商品を見つければ、必ずプラスになると思って取り組んでいただくのがいいです。もしも、 仕入れ資金が10万円なら、1万円かける10回と、ね。まあ、少なくなる分だけ試せる商品数が少なくなる。まあ、でもそう言ってもね、これも机上の空路なんで、まあ、実態を、ね、今までの実例をお知らせします。実例、仕入れ資金はいくらだったか。まず一番少ないパターン、仕入れ資金ゼ0。まあ、少ないというか多いというかね、私が初めて物販を始めた時は、 不要品を販売するだけで200万円近くの資金が確保できましたと。どんだけ不要品持ってるんだって感じなんですけど、えー、まあね、えー、買い物が好きだったと。おまけにね、えー、嫁さんがハイブランドが好きだった。えー、ビトンだエルメスだえー、プラダ、プラダ、プラダはあんま買ってないな。ビトンだエルメスだあ、そう、フェラガモだ。サルバトーレ、フェラガモ、とかね、えー、そういうハイブランドが好きだったんでね。 家には、ね、売るものがたくさんあった。ね、まあ、売るつもりじゃなかったけど、ね、高く売れて面白いんで私がガンガン売っちゃったと。ね。まあ、当然怒りましたけどね、え、いいじゃない、高く売れたんだからね、新しい違うの買おうよと。ね、言うのでごまかして売っちゃいました。まあ、そんなわけでね、200万円近くの資金があっさりと確保できたと。まあ、時期も恵まれてましたけど、まあでも基本的にね、ここまでいかなくても、 例えば、20万ぐらいの収益金だったら、買い物好きな人だとね、物を売っただけで確保できるという場合もね、しょっちゅう起こります。まあ、20万まる無理としてもね、ゲームと本と CD と DVD 売ってね、10万ぐらいになったと。あるいはね、すごい人だとね、引っ越しの荷物がマンションのゴミ置き場に捨ててあったと。いや、なんか、 ね、売れそうなものがあるんで、ね、持ってきてヤフオクで売ったら10万円になったと。そんなすごい、えー、例もあります。ね、だからね、基本的には、まあ、なくてもなんとかね、売るもの見つけてきて売ってやろうという、あの、人とか、えー、物欲強くて物を吸えばいっぱいありますという人はね、ヤフオクだのアマゾンだのメルカリなので売れば、えー、はっきり言って仕入れ資金、現金はなくても用意できる場合があります。私の場合は20万どころが200万近く用意できました。 次に、仕入れ資金、はてなはてなってどういうことだよってことなんですけど、最初の仕入れは2枚以下でした。ね、ところが、この会員さんは、まあね、結構高い商品をね、見つけてくる。ねえー、仕入れも高い、売り値も高いという商品を見つけてくるのが、う、え、ま、ー、かったんで、まあ、eBay での販売を進めました。ね、えー、その、あんまり高額な商品だとね、 FBA で売るよりも、eBay で売った方がいい場合があります。それというのも、先ほどの、一1件あたりのね、送料が2000円か200円かって話しましたけど、それがね、高額な商品をたくさん送るのは、FBA の倉庫内でね、事故があると怖いと。で、高額な商品を個別で自分で梱包して送った方が、そら、梱包はしっかりしてる。さらに、元の金額が高いと、 ね、その、例えば売り値が3万円とかになってくるとね、えー、2000円の送料とかって簡単にカバーできるという形なんでね、えー、ebay での販売を進めました。そして、まあ、仕入れは主に、ね、限定品で値上がりしそうなものを買って、えー、値上がりを待って売るという手法にしました。でそんな形だと、まあ、仕入れ資金が多い方がいいんでね、えー、もう、えー、キャッシュ、キャッシュというか預金はあったんですけど、預金がね、なくなるのは、 寂しいと、怖いと、いうことだったんでね。え、なら、いっそのことね、えー、借り入れしましょうか、という話をして、えー、借り入れをしました。で、今、金利が低くね、えー、高校で借りられるんで、えー、利率1.9%で300万円の借り入れと。で、初めに持っていた資金は200万円、あに、20万円。まあ、これを使わずに借り入れを行い、資金を300万円増やしました。ね。えー、この場合、ね、 仕入れ資金、はじめに20万のお金があって、えー、借入れを行って300万に増えたから、えー、自己資金200、マイナス280万というかね、280万増えたというのか、あるいは20万円ね、えー、もともと用意してたから、その300万にできたというので、ね、20万というのか、まあ難しいところですけど、まあ借入れをして、えー、仕入れ資金を増やしたという例もあります。ね。まあこの方は慎重だけど、 手間は言い問わず、豆で冷静,冷静な会員さんでした。それから、仕入れ資金、30万円以上。ね、もういきなり、もう、ね、どんだけ金持ってんだって感じでしたけど、まあ、仕入れをね、えー、なかなか買えませんというので、スカイプで仕入れをサポートしました。でね、えー、とりあえず、まあ、まならげに行っていただいて、まあ、こういう商品を探して、あったらその周りをこういうふうに探したと。で もしうまくいかなかったら、15分後に連絡くださいというような形でね、個別サポートでスカイプでサポートした会員さんです。そしたらね、えーまあ、順調に見つかったみたくてね、待てと暮らせと連絡がないで。2時間後ぐらいに連絡来てね、だいぶ見つかりましたということをおっしゃったんで、まあいいですねと。いくつぐらい見つかったんですかという話をしたら、数えてませんって言うんですね。 数えてないって、まあ数えきんないほどは変わるんだろうと思ったんですけど、まあその後ね、えー、写真を送ってきてくれましたら、なんと、レジの前にね、えー、カゴがね、ね、10個前後、ね、ずらっと並んでて、これどう、何が起こったんだろうってぐらいね、ずらっと並んでて、いやいや、これ全部買って大丈夫なのと、ね。 これ全部買うといくらぐらいいや多分ねいや、20万じゃ効かないと思うんですけど、これ全部買っちゃって大丈夫ですかと、ねえ。今回は5万ぐらいに抑えた方がいいんじゃないでしょうかって話したらね、まあ。せっかく見つかったんで全部買いたいと、ね。で、まあ結局30万ぐらい行、ね、くと思いますっていう話をもう一回ね。 えー、ざっと計算してきて戻って話をして、これね、まあ売れると思うけど、もしも万が一、ね、この30万、ね、ほとんど売れなかったとしても、また仕入れに来てね、えー、買う、えー、気持ちないませんかという話をしたらね、もう問題ないということだったんで、じゃあ問題ないんじゃもう買っちゃいましょうということでね、買いました。初めから30万。東京ありますね。まあでもこの、 ペース結構売れたんですけどね、このペースでガンガン買ってたら、相当ね、いい売り上げ立ったと思うんですけど、気分にムラがあるみたくてね、ガーンとね、買って、しばらことおさたなしになってねうわ、売れなかったのかな、どうしようと思ったらね、忘れた頃に連絡買ってね、えー、まあ売れたんでまた仕入れに行きますと。 えー、順調に売れてんならね、売れた連絡とか、あるいは補充の方法とか教えたのになと思ったんですけど、まあな、それ何しろかにしろ、まあはじめが30万以上用意して、まあガツンと買った方もいらっしゃいます。そしてね、もう絵に描いたような、まあ教科書に載るようなお手本、ね、仕入れ資金15万、ね、えー、え Amazon 出を始めて、私がサポートをして、 で私が進める商品を毎月5万円の上限予算で探したと。ね。で、まあ、初回はもっとね、少なく2万円かですね。で、毎月5万円の予算で商品探しをしたと。で、3ヶ月目の時点で、まあ、いけるとね。ね。なるほど、うん。合ってるね。ちゃんとしてるね。と。これいけるね。ということで、3ヶ月目で一気にね、ホリデーシーズン用に仕入れ資金を50万円追加したと。だから5万円の え、予算が一気に50万に増やした。ただ、そうは言っても、ま、あじめの3ヶ月で15万。ね。え、これでうまくいかなかったら、もう追加投資はせずにやめようと思ってたそうです。ね。ただ、追加投資をして50万。こんな形で、え、一気にガツンと、オリディシーズンで売り上げて2万ドルと。ね。これ、US ドルなんで、2万ドルだとね、当時のレートだと、だいたい250万ぐらいの売り上げ。ね。え、利益が、 大体30%なんで75万円ぐらい。ね。初めて半年でいきなりこれだけ稼げてます。この会社はね。で、この会社はまあ、はっきり言って私より数段賢いです。ね。でも、アマゾンエフジスのことは私の言うことを全部聞いて実践しようと思ったそうです。まあ、本当に大丈夫かね。最初の3ヶ月は仕入れ資金5万で様子を見たわけですね。まあ、これはもうスマートすぎて羨ましいぐらいです。まあ、まさにお手本通り、私のサポート通りの実践内容。 このように、使う資金は、えー、正確資金力によってまちまちです。もちろん見つけた商品や価格や大きさ、重さによっても変わります。ただ、まあ、20万円が用意できてればね、えー、用意できそうであれば、ま,あ、まずは、ね、差額の取れる商品の実例とサポート内容を確認してください。正直に言うと、まあ、実際に仕入れて販売してみないことにはさっぱりわかりません。 せめて数回納品して、納品した商品と売れ行きを教えていただければ答えられますが、最初から聞かれても、まあ、売らないレベルの答えしか出せない。ただ、そうは言っても、収入資金で20万円ないと。もうカツカツですという場合ね、えー、追い込まれてやるというタイプがね、えー、稀にいるのは知ってますけど、多くの場合逆になりますね。 えもうすぐにね、えー、売り上げ立てないと、再来月のもう生活ができないとか、そこまで追い詰められると、逆に焦っちゃって、全くうまくいきません。ねえー、半年かけて、ね、えー、仕入れ資金20万円を元に稼げるスキルを身につけると。ねえー、それを元にえ月30万円稼ぐとこまで到達するというふうにね、えー、覚える、覚えるなんだ。 教育代じゃなくて、学習代、学習代でいいか、まあ覚える学習代というような形でね、余裕を持って取り組んでもらえば、売れる商品も逆にスムーズに素早く見つかります。お金があればあるなりになければないなりなんですけど、本当になくてカツカツで困ってる、お金困ってる人はやっぱりね、 え、輸出って言ってね、え、買っておくって売り上げ立ってって時間がちょっとかかりますんで、その時間が我慢できなくてね、え、逆に我慢できなくてって、もう本当にね、金銭的に我慢できないと、儲かる前に、え、挫折します。というか、儲かるとこまで到達せずに、え、力つきます。だそうならないようにね、え、修理資金20万必要と、ま、プラスサポート費用必要というふうに考えてもらってね、え、取り組めば、ま、必ず売れます。 何しろ、テンバーアカデミーのオーストラリアアマゾンインマニュアルは、きちんと販売するアカウントが持てて、商品が売れるところまでは必ず到達します。ね。え、だから、NG 商品も教えてますんで、NG 商品を避けてね、商品を送り続ければ、もう必ず儲かると。ね。ただね、私この必ず売れるところまで到達するっていうのは、まあ当たり前すぎてね、特にメリットだとも思ってなかったです。ところが、 ね、これができないマニュアルや塾がたくさんあります。私のマニュアルを買っていただいたり、あるいはね、サポートを受けていただいた会員さんに、私としては今までやってきた、ね、10年間やってきたのと同じようにサポートすると、まあ本当に、今までのね、えー、しょうもない塾とかマニュアルとは全然違いますねって言って感謝していただいています。ちまた、あ、には、まあ29万8000とか70万円とかね、 場合によって100万以上の金額を払って、1円も稼げずに終了するという不思議なノウハウが溢れています。まあ、実は私もね、その不思議なノウハウ、ね、アフィリエイト、えー、手を出しちゃったことありますけど、まあ、何だったんでしょうね。35万ぐらいと、まあ、数ヶ月コツコツ作業したけど、1円も稼げなかったというのがありました。アドセンスで、数ヶ月苦労して1円も稼げず赤番とか。 ね、私みたいにアフィリエイト35万かけて数ヶ月やって1円も売り上げな、報酬なしとか。あるいはね、アメリカアマゾンで数千点出品して売り上げる前に赤番。これ今ね、結構、えー、流行ってますというかね、えー、今更アメリカアマゾンに無在庫で乗り組んでね、えー、儲かるわけがないんですけど、儲かる儲かんない以前にアカウントがバンされて赤番となってると。 そうなるとね、もうちょっと、えー、オーストラリアを始めるのも大変なことになるんで、まあまあ困ったもんなんですけど、まあ、そもそもね、アカウント作成する、するところまではサポートしないんで、アカウント作成できずにアパ、ア、サポート期間終了とかね、 えー、ね、何、何なのかわかんない。ね、アマゾン室とか物販教えますって言ってね、物販教えますって言ってアカウントの作り方を教えなくて、それぐらい自分でやれて投げちゃって、で、アカウント作れなくてね、えー、塾の期間終了って、いや、それ、それ、何なのね、え、ど、どういう、どういうつもりでそういうサポートになるのっていう気がするんですけど、実際にはあります。そういう笑えないというかね、笑うしかないというか、そんなノウハウが多くて驚きます。